それではまず岐阜工業高校、前橋育英高校両校の注目選手をご覧いただきましょう。岐阜県代表、岐阜工業高校。岐阜県勢として実に68年ぶりのベスト4に駒を進めた岐阜工業。その快進撃を支えているのがこの男、岐阜のゴールハンター、片桐敦。準々決勝終了時点で通算5得点は得点ランキングトップ。シュート3点目。スピード、キープ力もさることながら、片桐の最大の武器は球際での貪欲さ。その人一倍の執念は今大会にかける並々ならぬ決意の表れだった。それはJリーグのスカウトへのアピール。ここでダメならサッカーをやめる。怪我でプロテストを受けられなかった片桐にとって、今大会は最後の就職活動の場。一昨日の準々決勝でも逆転のきっかけを作る主君の同点ゴール。いやー、これはうまい。得点王になること、そして何よりチームを勝利へ導くこと。片桐の名をアピールし、自らのサッカー人生を切り開くにはそれしかない。ダメなら終わり。背水の決意を胸に片桐の挑戦は続く。群馬県代表、前橋育英高校。岐阜工業、片桐とは対照的に、前橋育英は J リーグ入り内定者6人を揃えるタレント軍団。しかし、優勝候補として臨んだ今大会、ここまでの戦いは苦戦の連続だった。3回戦の東福岡戦は PK 戦の末、辛くも勝利。 J リーグ内定者6人を擁した前橋育英、辛くも PK で勝ちを収めました。おとといの準々決勝でも大分高校に対し終了3分前。しかし、この絶体絶命のピンチに救世主が現れる。コンサドーレ入りが内定している相川、後半37分、起死回生の同点ゴール。さらにその2分後、またも相川が決め、奇跡の逆転劇。相川のシュート。修羅場を乗り越えたタレント軍団、奇跡の男相川が国立に見参。背水の片桐率いる岐阜工業対奇跡の男相川擁する前橋育英、勝つのはどっちだ。